トマス・アグラ・モンテデラ・ロサは、ドミニカ共和国出身の元プロ野球選手。2010年から、中日ドラゴンズの育成スタッフを務めていた。1996年にモントリオール・エクスポズと契約。2000年6月17日にメジャーデビュー。2002年から2005年までは、エクスポズ、パイレーツ、ロッキーズ各球団の参加マイナーリーグでプレーしたが、 メジャーでの出場はなかった。2006年にサンフランシスコジャイアンツでメジャー最小格。メジャー通算49試合で打率。289、日本類が10打点。2008年2月2日、NPB 中日ドラゴンズの入団テストを受け合格。球団から正式に入団が発表された。北京オリンピック予選に選ばれ、本戦にも出場することが予想されていた。 岩田タ和と荒木正宏の代役として期待された。主に代打や守備固め要員として活躍。ただし本来の荒木の代役としては、二類種での数試合の先発を経て、首脳陣から失格とされたのか、岩崎達郎など若手に出場機会を譲っている。しかし北京オリンピックから荒木が復帰した直後に、岩田が負傷したため、代役として遊撃手のポジションを務めていた。 2008年5月10日の対読売ジャイアンツ戦の8回に山口哲也から日本での初本塁打を放つ。同年オフにはヘッドコーチの森重和と共に主にドミニカ方面へのスカウト活動もした。12月16日に正式に残留が決定。育成コーチ兼任となった2009年は外国人枠の関係もあって開幕を二軍で迎えた。同じドミニカ出身で同年に 中日入りした、トニブランコにアドバイスを施すことも多かった。特にブランコが入団直後に、日本なら本塁打を30本以上打てるだろうと、豪語した際にはそれを今しめ、日本で成功したいなら、謙虚な態度で臨めとアドバイスしたという。交流戦では、指名打者でのスタメン出場が多かった。同年オフの11月、球団から選手としての契約更新をしない。 方針である旨を通告され、現役引退。同年12月24日に、球団スタッフに就任。主に、ドミニカ出身選手に対する指導、アドバイスを担当していた。2011年に、中日を退団。メインは遊撃であるが、三類、二類も守ることができる。実際に、その三ポジションで、スタメン出場している。愛称は、パパで、 監督の落合博光が命名。ありがとうございます。